エサンは、道南自動車フェリーが運行していたフェリー。第3エサン丸の台船として、内海造船瀬戸田工場で建造され、1988年に就航した。就航当初は、貨物フェリーだったが、2000年10月の海上運送法の改正により、道南自動車フェリーが、一般旅客定期航路の許可を得て、旅客航路事業を開始したため、 本船も改造を受ける各フェリーとなった。ブルードルフィンの就航により、2010年7月11日に引退した。その後、フィリピンのセブフェリーへ売却され、西ブフェリーさんとして就航した。2013年以降は2号での運航となり、ST ・イグネーシャス・ローラとして、バタンガスを発着する航路に就航している。航路就航時は、本線と第5 30。 2000年以降は、本線とトへ32000の2隻で運行されていた。貨物フェリーとして建造されたため、旅客設備は最小限で、定員も78名と少ない。道南自動車フェリー時代は、薄緑色に斜めのラインが入った、船体塗装で、津軽海峡フェリーへの移行後は、白塗装にロゴマークのみの暫定塗装となっていた。海外焙煎後、船橋直後から、 船体後部まで3層にわたって船室が大幅に増設されている。ありがとうございます。